さてさて、スペーシア X に持ってきた後半の動画です。後半の動画を見ていなかったらこっちを先に見てね。ここは鬼怒川温泉駅。この右側にはキャッチャーが止まっているよ。そして向こう側には SL が見えるかな。これから連結をするのね。楽しみだわ。ご協力をお願いいたします。一旦停止しました。連結器をいじっているわね。キャッチャー側もやるのね。動いたわ。かすかに ATS の音が聞こえる。いい音するけどちょっとやめてほしいかも。で線を接続してって感じかな。なんかヘッドマークがついてるね。スペーシア X の運転開始を記念したものらしいぞ。通りに大きいな。この SL ならではの音とか匂いとかがたまらない。日立で作られてるんだな。確かスペーシア X も日立だったはず。ほら、ほんとだ。なんかすごいわね。お、迷子。そういえばこれは国海外から借りたものだったはずだ。車掌車はないよな。どこだろ。嫁も運転ずらすわよ。さて乗車していきましょう。ご乗車ありがとうございます。2号車はこんな感じ。そして高め移動はこんな感じ。適当に並んでいるね。次はこういう感じ。エンジンかな。音がすごいわね。そろそろ出発みたい。全車両座席指定です。お手洗いは先頭3号車と後方1号車2箇所にございます。また2分ほどで東武ワールドスクエアに到着をいたします。ご移動際はホームと客車に段差をございます。足元には十分ご注意ください。お出口は左側です。アテンダントさんの言う通り鬼怒川を渡るぞ。綺麗ってことでいいと思うんだが。展望デッキに来てみたぞ。デッキはすごい混んでたぞ。めっちゃ。
みんな手を振っているな。それだけこの SL が愛されてるってことじゃないの。こちらは反対側の下今駅に到着しました。ちょうど逆径が来たよ。さっきのスペーシアが行った後、X が来るみたいだから撮るよ。帰りはこれに乗るわけではないみたいだね。そうそう、撮ってるだけだよ。やっぱりめちゃくちゃかっこいいな。あっちにさっき乗った SL が止まってるよ。 SL の回転をするみたいね。するのかな。まずは機関車と客車を切り離すぞ。せっかくだから見ていこう。おビビった。SL だけ動いているわね。ああ、切れちゃってる。一番向こうの線に入っていってるな。とってもゆっくりなのね。2倍速でこれだからな。
これで半回転かしら？でもまだ止まってないね。終わったか。あれ、車庫に入るの？僕もてっきりこの後すぐ客車と連結するのかと思ったよ。東武日光まで移動するぞ。あいつはかの有名な魔改造電車。5ドアを無理やり3ドアにしたりな。なんか変なガラスいてるし。これ県150周年記念とかでやってるやつだな。なんかシートの柄が気持ち悪い。気持ち悪いとか言っちゃダメだって。普通のやつに乗りたかった。あ、つり革が可愛い。これは東武日光到着後で誰もいないけど、シートの色がさっきの車両と違うな。あっちの車両は水色か。2種類みたいだね。ドアボタンを押したいがために開いていないドアへ。なんじゃこりゃ。ほい、駅舎が立派らしいから見に来たぞ。すごいわね、さすが日光って感じ。なんかいる。なんだろうね。さて、時間には余裕を持って。次はこのケボン28号に乗るぞ。早速乗り場に向かおう。これはデビューカラーリングじゃんか。ツーショット、取れない。諦めましょう。ぬおー、かっこいいな。おお、こんなところにもイチゴが。これが座席だな。普通車でフットレストってあんま見ないよね。バブルの遺産ってやつだな。でも背面テーブルついてないのね。行った機能時期はフルカラーだね。カメラのせいで縦線が入っているが本当はないぞ。乗りますか。これもカーペットなのね。ドアには春日部駅でのドアの注意喚起が書いてあるな。あれ、左に行くんじゃないの？クック。
僕たちの席はここだ。うわぁ、豪華。出発したぞ。まずは昼ご飯。もうお腹ペコペコよ。これで1400円ぐらいだ。とっても美味しい。ごちそうさまでした。それでは個室を楽しむか。個室の設備を紹介するぞ。まずはこのウォールライトってやつだな。ここのライトをつけたり消したりできる。次は照度調節だな。個室内の明るさを調節するぞ。次は空調だ。空調も切り替えられるのね。そしてここだな、コンセントがあるぞ。これは読書灯。向きを自由に変えることができるぞ。肘掛けは出し入れできるぞ。次、カーテンだな。レースのカーテン。真ん中でマジックテープでくっつけられるよ。この分厚いカーテンも使えるよ。個室の紹介はこんな感じだな。列車は栗橋付近を走行中だ。あっちは貨物列車だ。こっちの方が若干遅い。あ、これが連絡線かしら。そう、栗橋には東武と JR の連絡線があるんだ。これを使って特急の直通運転が行われているのね。あっちは JR の栗橋駅だな。さっきのだわ。勝負は引き分けってことでいいんじゃないか。まあそうね。北千住まで帰ってきたぞ。浅草まであとちょっとか。列車は東向島駅を走行中。そろそろ放送が入るんじゃない？まもなく東京スカイツリーに到着いたします。東京スカイツリーを出ますと次は終点浅草でございます。 This train will be arriving shortly at 東京スカイツリー。向こうにスペーシアが映ってる。なんかそういうの好き。列車は東京スカイツリーを発車したぞ。本日は東武鉄道をご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく終点浅草に到着いたします。東京メトロ銀座線、都営地下鉄浅草線をご利用のお客様はお乗り換えです。電車とホームの間が離れているところがありますので足元にお気をつけください。Thank you very much for riding the 東武 line todayWe'll be arriving shortly at our final destination, Asakusa. Those passengers taking the Tokyo Metro Ginza Line or Toei Asakusa Line, please use the main gate. As you leave the train, please watch your step because there is a gap between the train and the platform. 감사합니다. これはおそらく手動放送用チャイムですね。本日は特急スペーシア
華厳28号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。終点の浅草に到着をいたします。4番線到着お出口は左側です。一部列車とホーム内が広く離れているところがございます。一部ってレベルじゃねえだろう。十分ご注意のでお降りください。東京メトロ銀座線都営地下鉄浅草線は正面改札口よりお乗り換えください。本日は東武鉄道をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご利用心よりお待ちいたしております。終点の浅草お出口左側です。忘れ物ございませんようご注意ください。ちなみにこのカーブ制限15です。 15? そりゃすごいわね。朝立っていたところに戻ってきました。今回の動画はこの辺で終わり、ご視聴ありがとうございました。